マーク2ブリッドとは、トヨタ自動車が製造していた、ステーションワゴンタイプの乗用車である。先代のマーク2クオリスの後継者として2002年1月に発売。クオリスは、マーク2を名乗りながらも、カムリ、ウィンダムがベースの FF 車であったが、ブリッドは、X110 系、マーク2をベースとした、FR 車となったため先代のクオリスに比べ、 ハンドリングや走りの質感が大幅に向上した。グレードはすべてセダンのスポーティーグレードである IRK で統一され、セダンのラグジュアリーグレードであるグランでは採用されなかった。2002年10月外反色ゴールドメタリックを廃止し、グレーメタリックを追加。2003年5月 IR、IRS をベースとした特別使用車、35スアニバーサリーを設定。 専用17インチアルミホイール専用ブルーセンターキャップインダッシュ CD、チェンジャー MD 一体 AMFM マルチ電子チューナー付けラジオ6スピーカーなどを特別装備した。セダン同様にナビパッケージも設定した。2003年12月一部改良。2004年4月 IR、IR、S をベースとした特別使用者リミテッドを設定。 2004年11月9日には、X110K、M2 が、MX へとフルモデルチェンジしたため、M2 の名を残すのはブリッドのみとなった。2004年12月にマイナーチェンジが実施され、ヘッドランプエクステンションフロントグリルの変更、ストップランプの LED 化などの変更が加えられた。また、アリストの生産中止により、それ以降は、 新車の国産ガソリン車で唯一直列6、気筒ターボエンジンを搭載する車種となった。2006年5月をもって、平成17年の、排ガス適合基準をクリアできない、ターボエンジン搭載車の生産が終了しており、モデル末期は、直列6気筒ターボ車は廃止されないエンジン車のみとなった。2007年5月に生産を、6月30日、クラウンエステートやカルディナ、プログレ、 ブルビスなどとともに販売を終了した。これにより39年続いたマーク2の商標及び社名は名実ともに消滅した。後継者種はマーク X ジオである。なお2006年8月まで大阪府ではトヨタ店で販売されていたが大阪トヨタ自動車株式会社と大阪トヨペット株式会社がそれぞれの社名を交換したため大阪府でも 全国同様にトヨペット店で扱われていた。ありがとうございます。